ポール・デ・ポデスタは NFL のクリーブランド・ブラウンズの CSO、バージニア州アレクサンドリア生まれ、後にミネソタツインズの GM となるサドレ・バインは幼馴染みである。ハーバード大学で経済学を学び、卒業後は CFL のボルチモア・スタリオンズとるのボルチモア・バンディッツで経営の手腕を磨いていった。年からクリーブランド・インディアンのフロント入りし、 当時の GM である、ジョン・ハートの下で3年間フロントオフィスに従事した。1999年には、オークランドアスレチックスへ移り、ここでは、GM 補佐として、GM のビリー・ビーンを5年間支えた。2004年には、ロサンゼルス・ドジャースの GM に就任し、積極的にトレードを観光しながら9年ぶりの地区優勝を果たした。翌2005年は、地区優勝を一し、 ジム・トレイシーの公認の監督探しが父として進まなかった責任もあり、10月に解任された。その後は、サンディエゴ・パドレスの球団特別補佐、ニューヨーク・メッツの副社長兼育成、スカウト部長を務めた。2016年1月からは、NFL のクリーブランド・ブラウンズの CSO を務める。2011年に公開された映画マネーボールでは、 主人公のビリー・ビーンの補佐役で、イエール大学卒業となっている、ピーター・ブランドという人物がいるが、モデルはこのデポデスタである。この映画化にあたり、あまりに自分とは異なる外見の俳優が、キャスティングされたこと、データオタクのようなキャラの描かれ方に納得できず、実名の使用を拒否している。ありがとうございます。